よ。誠に勝手ながらお前は俺に惚れてもらうことになった。強引に口説こうとしてもダメなんだから。知ってたか、俺のモテが社会現象だってこと。バカバカ、意味わかんないし。気をつけな、この俺のキスは烈風山と呼ばれている。そんなのは嘘。嘘よ嘘、絶対嘘だもん。やっ、烈風山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 。アネコーファイトファイトファイト。アネコー失敗か。そこまで言うなら付き合っちゃう。よっしゃ。そういうわけで私とタックンは付き合うことになったから、アイちゃん大勝利。何がどうなってそうなんのよ。ちょっと意味がわからないですね。マスター、裏切るの？ねえねえ、裏切るの？だってアイちゃんタックン好きなんだもん。卒業したら入籍するんだもん。子供は3人欲しいんだもん。落ち着け、あーちゃん。しっかりしろ、風紀委員だろ。ご本というわけで、口説かれたフリはおしまい。フリ？本気で口説かれてはいなかったと？当たり前でしょ。どうして私が落ちなきゃならないのよ。起動くんなんかに。エイタくん、もう一度さっきのを。熱風だ。タックン大丈夫？